誰よりも愛してると世界中へと叫びたいけど、僕たちは試練の時、お互いの夢にさあ力尽くそう。目を閉じて聞いてごらん、花の下を流れる血潮を生きていると思う瞬間。Just time has come. 好きなことを見つけた時の君の瞳の光今。Just time has come. そうさ大事にしなよ。きっとそれが君の行く道になる。でもあれですね、広いですね、ドイツは思いっきり、ドイツと同時にまた地球はまだまだでっかいし、いろんなところがあって たくさんのいろんな人がいて、またね、ここの町にも来たいなと思ったし、またね、違うところもね、見てみたいななんていう、そんなことを思ってしまった今回の旅でした。まあ、ドイツを見た瞬間、油絵をやりたいなみたいな感じ思ったりしちゃったりして、結構周りが静かで、でも静かなりに建物は結構豪華でね、だからなんかそういう世界ってなんか初めて出会ったっていうか、初めて感じたっていうか、なんかそんな感じで、やっぱりね、ちょっとこうしんみりとした感じの風景がなんかドイツって感じがして、僕はとてもなんか気に入ったっていうか、ね、いつもアメリカとか行くよりかは全然印象が近くて、自分ではすごく感動しました。このドイツはやっぱりすごく楽しい気分の時に来ると、やっぱりとても人は皆さん陽気なんで一緒に盛り上がってくれるんでとても楽しいんですけども、まあ気持ちが沈んでる時とか、まあ、悲しい時に来ると、まあ雨が多いですから、まあそういう時はちょっと悲しい街っていう感じに自分では取れて、一緒に慰めてくれるんじゃないかと。結構雨とかが多くて、でもなんかドイツに合ってるなっていうのを感じたのと、あとすごく心が寂しくなるっていうか、なんかこう人が恋しくなるっていうか、なんか大切な人のこととか、もちろんファンの皆さんとかね、そういったものをすごく、ああ大切なものなんだなっていうのをすごく感じ取れた今回の旅でした。自分自身ね、広い目で物事を見ないといけねえなと、そこにはまたなんか違ったものが発見できるし、また刺激にもなるし、それはイコール自分自身にもそれは言えることだと思うんで、だからやっぱりいろんなとこ行っていろんな発見してみたいなと。ドイツで光源氏ファンの集いなんかを、僕はすごいやりたいなと思いました。そうするとやっぱりファンのこと、僕たち光源氏の間も、すごい近くなるんじゃないかなとつくづく思いました。でもよく考えるとファンの集いっていうのはここでやった方がいいって言ってますね。ファンの集い、ドイツ